今回紹介するのは「先生術が教えてくれる」「愛称の秘密」という本です。あの人とうまくいかないのには理由があった。ホロスコープとアスペクトで運命のパートナーを見つけようわかりやすいけどちょっと物足りない日本の先生術界の第一人者である松村清さんと。 最近ノリに乗っているキャメレオン武田さんの強調です。難解になりがちな松村先生の理論をキャメレオン武田さんがわかりやすく噛み砕いて表現してくれるのでわかりやすくテンポよく読めました。ですが、編集の都合なのか半分くらいはホロスコープ解読の基本要素の説明で締められています。208ページの本ですが 半分ののページほどは10点12星座12室の説明で終わりますタイトルの相性の秘密についてはキャメレオン武田さんの担当したアスペクトの解説のみですしアスペクトの解説も非常に簡単にしかされていないので 先生術の基本の解説が必要なレベルの人がこの本を読んだとして、実際に相性が読み解けるのかは非常に疑問です。うーん、読みやすい本なのは間違いないですが、やはりこの本で勉強できたことは松村先生の何気ない一言の部分がほとんどでした。この本よりも見た内容の新産なめこさんとの対談本である、 人間関係先制術入門、技術評論者の方がおすすめです。ただ、軽く触れるという意味ではいいと思います。キャメレオン武田さんの先制術長入門、角川フォレスタなどを読んだ後に読むのであれば、本当に分かりやすいと思いますし、人と人の間で星がどのように影響を与え合っているのか、オリアルに感じられると思います。 とかかりにおすすめですが、松村清先生が関わっているならば、とディープな内容を期待すると肩透かしでしょう。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。